どうも皆さんこんにちは、うぷ主のザンジです。ヨウムです。マリサだぜ。今回はテイスティブルーというゲームをやっていきます。一体どういうゲームなんだ？魚を操作して食べまくるすごくシンプルなゲームだよ。今回はすごく穏やかなゲームですね。それじゃあやっていこう。この女の子が金魚を飼い始めたんだな。ブクブク太った時が楽しみだぜ。この金魚食べる気か？ここから金魚の生活が始まるんですね。次々と餌が降ってくるな。この餌を食べていって成長していくんだな。せっかくだからこの金魚に名前をつけてあげよう。何かふさわしい名前があるか？そうだな。よし、君の名前は今日からギョッピー3号だ。1号2号いないのにいきなり3号かよ。ギョッピー、すごく可愛いですね。こいつは3号には無関心だな。たくさん食べたからだいぶ大きくなってきたよ。一度の食事でこんなに食べられるってすごいな。これ無限に食べられて無限に大きくなるんじゃないですか。いや、まさかそんなわけ。店で買ったんだから普通の金魚だろ。あれ、画面が拡大されたな。ジャンプができるってことは、もしかして隣に飛び移るんじゃないですか。おい、買ってきたばっかなのにいきなり脱走かよ。一体どこに出るんだ。まずい、このままだと落ちるぞ。わあ、すごい猛スピードで海に飛び込んだ。やっぱり海はたくさん魚がいるな。金魚が魚食ってる。いえ、食べてるのはエビですよ。そういう問題じゃねえよ。なんで金魚が海の生物食ってんだよ。何言ってんだマリサ。最初に言ったはずだが、このゲームはただ食べまくるゲームだって。まさか餌以外のものを食べるなんて思わないだろ。成長して大きなエビも食べられるようになりましたね。まさか上の魚も食べられるようになるのか。やっぱ大きい魚は食べ応えあるな。こいつ本当に金魚か。さて他のステージにはどんな魚がいるかな。できれば1箇所にまとまってくれると食べやすいですね。空でカモメが飛んでたけど、まさかあれも食べてしまうのか。当然だ、このサイズなら十分食べられるだろう。目の向きおかしくね。どうでもいいわ。まさかカモメまで丸飲みしてしまうとは。さすがギョッピーさんも、名前通りに育ったんだな。名前の可愛さと性格が全く合ってねえぞ。こんな金魚やだー。さて、もうだいぶ大きくなったけど、まだこのステージはクリアできなさそうだな。あ、またステージが拡大されましたね。え、あれってアザラシか。カヌーを楽しんでる人もいるな。今回のステージは大物が多そうだ。おい待て、ダイバーまでいるぞ。今のサイズだと誰も食べられないな。え、誰も。おい、金魚が人間を食う気か。水槽の中にずっと閉じ込められてきた金魚が、今、解き放たれた。さあ、金魚の逆襲の始まりです。みんな逃げてー。さあ、アザラシよ、まずは君の番だ。よー、一気に3匹も、同時に食べた時の音が爽快だな。人間はどんな音を立ててくれるかな。あんまり想像したくないぜ。もう大きさ的にも十分でしょう。食べたものは一体どこに行くんだ。ついにダイバーが食われてしまった。な、あれはシャチ。サイズが違いすぎる。ギョッピーを攻撃してきますよ。早く食べて大きくならなくては。あ、どんどん人が食べられてく。こんなところでカヌーをする人たちもどうかと思います。くっそ、まさかシャチまで出てくるとは。何人食べてもあのサイズにたどり着ける気がしないぜ。せめて何匹と言え。あ、下の方にいるのはカジキか。あのサイズなら食べられる。ちょうど一直線上にいるので一気に食べられますね。これならシャチに勝てるかもしれない。よし、だいぶでかくなってきたぞ。これまで何人が犠牲になったことか。あ、シャチを食べる前にステージクリアしちゃいましたね。しょうがない、シャチとの決戦はまた今度だ。あれ、今回のステージは全く魚がいないな。ってことは人だけででかくなるのか。随分とカヌーをする人が増えましたね。まだ食べられそうにないからちょっと遊んでいこう。あ、そこら辺に浮いてるのは食べられるんだな。めっちゃ飛んだー。なるほど、一度沈めたら大ジャンプするのか。よし、やり方はわかった。もう一度やってみよう。お前ただ大ジャンプみたいだけだろ。その後、ウプ主はひたすら大ジャンプを練習するが、最終的に溢れた人すべてを食べ尽くしてしまい、遊ぶ相手がいなくなってしまったのでした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。PC の方は左の登録ボタンを、スマホの方は動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。